皆さんちょっと聞いてください。これあのベリーハードになってました。ここ3つぐらいの遡った動画で、だからボルドーとキリクと多分ソフィーティアのところで、まあ誰も気にしてないと思うけど、ウルトラハードじゃなくてベリーハードで濃厚してた。それはボルドーとかで俺がたやすく濃厚クリアできますわなって話ですわ。そういうことです。しかしまああのしかしまああのアイビーのお目見せはしておいた方がいいかなっていうか、あのそれはそれはそれこれはこれみたいな、それはそれはこれはこれだってアイビーの動きを見たいじゃんっていうね。それなのにそれなのにこうね、あのもうまた3回分をこう上げ3人分を上げたらさ、なんかこうここまでクリアしてきたのにクリアしてないじゃんみたいな、ね、なりかねないな、ね、よくわからんこと言われなくて。まあどんどん新しいキャラを見せていくっていうのも大事だからね。まあこのままとりあえず行きます。どうしても納得いかない人がいると思うので、どうしても納得いかなければ全部キャラクターノコンクリアし、ノコンじゃないけどね、一部はノコンしてないキャラとかもノコンできるまでチャレンジした方がいいかもしれんなとも思うんだけど、を動画クリアした後またチャレンジしていこうかなと思います。全員終わった後に真のノコンチャレンジ、ベリーハードの部門と本当は一回コンティニューした部門に。でもね、一回コンティニューはね許してほしい。ある程度全部ノーコンクリアで上がった動画だったらさ、ハラハラ感がない動画見てもさ、多分あのこの人できるんだなと思って見てほしい。やろうと思えば多分ノーコンクリアできるんだなと思って見てほしいね。ただ1回分ぐらい負けとくみたいな、そのハラハラ感大事でしょみたいな、そういうことです。意味がわからんね。アイビー面白いんだよ。これ剣長い状態だったら、剣長い状態だったら外れた。この距離から下段攻撃ができる。しかもそれが投げという、当たんないね。お、これほらすごい。まあこの距離からって、ここからも下段だけどね、これも下段だけどな。恐ろしくあの使いやすいような、悪いような、いいような、もらえないよ。え、ういー、さすがにウルトラハードか。ちょっと敵のが優勢か。よし、ここで、あー失敗か。まずいまずい、うえ、えい、この調子でいこう。うい、うわ、ばばばばばば、これをね、この突きを主軸に組み立ててるからね、多分本当はこんなんダメなんだと思う。失敗、軸が、ちょっとね、これで持ち上げてから一番さっきの上についたやつが当たると、そっから投げにまだ派生するんだけど、いやー、タイミングがちょっと分かってない。まだずっと分かってない。押せてないしね、さっきはね。これね、敵さんがねガードしてくれてるから、だから失敗するし、えいえい、これ
これがやりたかった。やっと成功した。やっと勝ち拾いました。うわ、消えた。ちょっとあんた、え、うわ、今見た？下に下にじゃないな、こう来そうに見えて下段に持っていくっていうテクニカルな、テクニックのあるプレーをお見せしていましたね、敵さんの。敵の方がやっぱ一番上手だな。えい。これで。本当はな、そっからこう投げのやつかなと思って出してるんだけど、まあまあ十分、あの速さで下段が出るんだから、この速さで下段が出るんだから。ただコンピューターも、コンピューターもやるね、やっぱり。ただまあ、お、あら、失敗。違うんだよ、投げて落として終わりにしたいんだよ。別の 横投げとかになっちゃってるんだ。早い、早い突きで、早い突きで、早い突きで、よし、おう。あのコンボ結構硬いんだね、硬いんだね。これ実は軸ずらしにも対応できるようにできている。このついた後こう手前に、手前だったり奥だったりこう流せるんですね。ああ、死んじゃう死んじゃう死んじゃう。いやー、いい距離感で戦えてるわ。いい距離感で。アイビーやっぱあの全キャラ中最高の射程というかリーチを持ってる。ただそのリーチの長さはそんなにこう、にゃ、そんなに有利でもないんだけど、有利というかその重くもないんだけど、割と簡単に懐に入られるというか、取り回しが取り回りがあまりいいわけではないから、取り回しが終わりだ、終わらしたい。よし、長かった、長いね。ほらもうこっからここまでだもの。あと中間地点に置けないわカメラ、強いね。だからやっぱ離れてこう、うぃー、うまいっす。うわっ、危ない。うわっ、やぶっ。うまいじゃないか、腕をうまいことすかした。ほら、うまいうまい、敵もやるものでござる。なんかこう使いやすいかって言われるとあんまりこう早いのもあるんだけど、接近戦ではちょっとこう短くなった剣ではちょっといなしきれないなみたいなケースは多々あるが、全てを切り裂いてやる、切り裂くような剣か、それ。我と共に地獄へ来い。セルバンデスがあれなんだね、あ、ライバルというか。全然なんかアイビーの魅力を発信できてない気がするな。ウェイ、ちょいちょい挟んでくる下段がエロい、えぐいわ。ダメです、
投げに持っていきたかったけど挟み込む余地なし。海賊おじさん強いっす。ただまあ距離を取って戦うしかないな。これが距離。おわっおお完全に負けたと思った。これは行幸、運、天が運を味方した。天が運に味方した、違うな、天に運が違うんだね。まあそっからもう安全運転いこう、安全運転でいこう。これが安全運転ってやつ。お分かりいただけたのかな。ただの前付きがめちゃくちゃ発生が早くて、そっからこう手前奥にこうもう一発当てられるから二発分ぐらい当たっちゃうんだ。そしてまあまあ効くと、早い、突きが早い。でも早い突きがあるってのはもう最強、最強だわな。そしたらもうそれでもうアドバンテージだ。長くて早い突きがある、この時点でもう飛び道具よりも厄介だよな。ただまあそんなにやっぱダメージソースとしてはちょっと引いちゃったなって感じですね。勝てんよ君、そんなんじゃ本気でやる気あんの。完全に上から見ている。いや強いな、アイビー強かったです。こんなになんか全然アイビーの魅力を引き出せないプレイをしてるのになんとなく勝てそうになってる。殺されに来とるやんかい、殺されに来とるやないかい。勝っちゃった。あ、はい、本が落ちた。あとナレーションしてしっぽりと終わろう。余裕だったな。いろんな技出せんかったら、そんなはずは。戦いを通じ予感は確信となった。邪悪な存在を打ち果たしてなお剣はその動きを止めようとしない。彼女の身に流れる邪悪な血統がその剣を動かしていたのだ。しかし彼女はその事実を受け止めることに抵抗は感じなかった。胸の使いが取れたようなそんな感じがする。呪いの鎖は解き放たれ、祝福なき新たなる旅立ちが今始まる。